そしてお供のモンスター、なんだろうと考えたときに、この2体が真っ先に浮かんできましたね。真っ先に浮かんできましたよ。シャドウスのベレス。ジャークラッシュシャツアグレツデスラッシュよいしょ負けてしまいましたメンタルで勝つおー見ててくれ、スワンバさん俺のメンタルの強さを注ぎ出しました何度でも導いてやるさあ、やってきました。ショートパンツのところ。こうなったらですよ。こうなったら、ゲームセンターで10連勝して、このチームが強いことを証明するしかねえなと、はい、思うわけですよ。ただ、よくよく考えてみれば、今までの範囲すべてつばぜで負けてることなんですけどね。で、勇者も考えたんですよ。候補に入ってたんですよ。ただ、どうしても狙われる矛先物理攻撃や。それを、やっぱ自分に向けたいってなると、勇者じゃ難しいんですよね。ベレスが髪ペラペラだから。そう、ベレスがペラペラなんですよ。で、避けもしないから、で、魔法使いの方がいいんじゃないかっていうチームになって、こうなったわけですね。実際、本人はどっちになるかわかんないね。魔法使いが勇者か。さあ、1戦目。ここでつまずくと動画がなんと5分で終わってしまうという恐ろしい話になります。そんなことはさせない。さすがに。そんなひどい動画にはさせません。で、相手はマホマホです。はい。マホマホですね。魔法に打ってくるやつですよ。まあ、ここでつまずくわけにはいかない。レベルでご利用してでも勝つ。で、気づいたんだけど、つばぜで Wii リモコンを振るっていうことが最近よくやってまして、Wii リモコンを振る方が勝率が高いんですよ。お、いいね。そう。Wii リモコンを振る方が圧倒的に勝率がいいことに気づいたんですけど、ただ、ゲージがひどかったり、前編のようにゲージがひどかったりすると、まあそれはもう、カバーしきれないと。ただ、安定してんのは、あとセンサーバーがちゃんと感知してるかどうかなんですよ。問題は。なので、連打で行こうと思います。このパートは、素直に連打で行こうかなと思ってます。なぎはろ来たね。これペッペラなんだよみんな。おー、いいね。この段につばぜりを仕掛けて、もう連打で行こうと思います。はい。いつものティアです。今までね、ちょっとリモコンを振ってたのが悪かった。普通に連打すりゃいいんだよ。普通に連打します。これでね、カチャ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 、この音が返ってきましたよ。それ、しょい。普通にやりゃ負けないから、大丈夫。普通にやりゃ負けない。これでとどめ負けがなくなったな。よし。シャダルコは良くないね。それ主人公三上裁判官持ってたよ。却下だね。却下されたね。三上持ってたよ。戸惑い攻撃ということはだ。向こうはマホマホ打とうとしたな、今。ちょうどマホマホのところに合わせた。だからなんでそこに落とすの？ベレスおー、ガード。このターンあまり動きがなかったように見えるんだけど、気のせいかい。だから、デインの落とす先がベース適当すぎないか、さっきから。ボストロールに落としてくれよ、素直に。ボストロール別に神渡しあるわけじゃないでしょ、確か。フルストライクよいしょオーケー強いまあ、この回避率ならね、結構回避率も上げてあるんで。それは無理。いや、それ、痛恨は無理よ。痛恨はケアできないわよ。回避率では。このゲーム、だから痛恨回避できないんだから、だって。なぎ払う。ほう。いいねー。主人公がいい余計する。うん。主人公かなり避けるようになってますからね、賢者のローブと。だから、なんで主人公にレインを落とそうとするの？君は。いこじなの？いこじでも、意地でも当てたいの？素直に、そうそうそう、ボストルーム狙えばいいのよ。これでいいね。安倍して勝つんだったらこれでいいね。ちょっと遅くなっちゃったけど。安定して勝ちましょう。無理にね、とどめがち、無理に削りがちとかしなくていいから。素直に勝とう、素直に。さあ、ソウルイーターして、まあ、素直に2体以上に当てれば。そうそう、2体以上に当てれば大丈夫よ。まあ、このターンにルビス込みで1500は削りきれないでしょ。また痛恨かい。まあ、ここはもう、あ、ヒャダルコ偉い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 。たとえ三鏡裁判官に却下されたとしても、2体には刺さると。で、勇気溜まると。勇気溜まりました。勝ちです。よし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 。オッケー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 。いいよいいよいいよ。とどめ打って勝ちですね。よしよし、体やりでした。さすがにね、このチームがね、1戦目で負けたらどうしようかと思うわ、こっちは。まあ、つばぜり合い負けてたら、本当にワンチャン負けてたかもしんないね、こういうのって。だから、対人戦の、この場合は、つばぜり合いがどんだけ重要かが、本当によくわかるわ。いきます！パッチョ攻撃！お、本当に隕石だ！元祖パッチョ！隕石落とし元祖パッチョの隕石落としが決まった！ 2 戦目はね、魔物使いです。まあ、つばぜりはできないんですけど、これは普通にご了承と思います。まあまあまあ、HP もそんな高くないしね。確実に当たる呪文をこすっていけば、多分勝てるんじゃないかな。まあ、ヒャダルコの通りはあまり良くないかな。うん。さあ、デインをお化けキノコに落としてほしいところですけど、レース行くぞ！オッケー！そういうことよ。ちゃんとね、弱点狙えばいいのよ。それでいいのよ。いいね。いいよけ。回避率いくつだろうな。だいぶ高いと思うけど。まあ、食らうとすげえダメージ食らってるけどね。413はちょっと食らいすぎだね。打撃大弱点になってんな。多分、キングミック並みに弱点になってんじゃねえか。おしゃれ気も込みで。オッケー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 。いいよいいよ。シャダルコの通り割と良かったわ。さあ、フールストライクで。フールストライク！相性！オッケー！ 2 体に当たれば十分な火力出てるからね、もう。それはだるい。それだるい。よし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 。時間がある。時間がある。時間がある。よしよしよし。まあね、せっかくね、20歳になったということでね、これね、優秀の美を飾りたいんだ。分かってくれるかい？スライムネット、よく避けるね、君。よく避けるね、君。優秀の美を飾ろうと思います。まあ、逆に言えばこれ、イフシリーズですよね。お、ジャンプ切り来たよ。食らっちゃうか。まあ、イフシリーズですよね。なんだかんだあれ。もし、鬼コンボ最強伝説の主人公が、デーモンキングだったらっていう話ですよね。まあ、それを現行でやってくれてるんですけど、デーモンキング最強伝説ね。どんな感じかね、ぜひともダークドレム、赤目とダークドレムで撃破してほしいところ。ということで、いきます。偶発！おっと、パパスが出てきたぞ。なんだどうしたテンションが上がったテンション上がってるとこ失礼しますが、死んでくださーい。行きましょう。私はレッサーデーモン。さあ、3体合体、レッツゴー！いざ、デーモンキング！暗黒の拳を叩き込むデスラッシュせーよ！よいしょー！火力ないんだよな、これ。暗黒ガイナーにならよかったのに。3戦目。まあ、戦士です。で、戦士なんですけど、問題はこの戦士が持ってるのが三鏡裁判官なこと。だから、電位落としたいんだけど、ガードされる可能性は高いだろうな。力負けはしないと思うけど、さすがにだって戦士レベル15でしょ、確か。そうだよね、15だよね。15に負けたくないなぁ。オッケーオッケーオッケー。フールストライクがとにかく出るし、相手は避けるモンスターそんないないから、そんな相手避けるモンスターいないから、刺さるはず。あとは2体、残り2体のベレスと、シャドウサターンがどんだけ頑張ってくれるかだ。デインは多分戦士に飛んじゃう。はい!ガードされてるー!却下ー。いや、パワースタンプ来てー!溜めるからおー、怖っ溜めるからそれは怖すぎ。溜めるからのパワースタンプはちょっと怖すぎだよ。さあ、シャダルコは2体に当たるから。2体に当たる、せめて。はい。まあまあ、ガード率高え。却下率高えな。レックーさん来たよ。誰も打撃耐性がない。シャドウサタンでこんだけ食らうのが、一番身の回り高いんだけどね。翼入れかな。できるだけ黄色で仕掛けておきたいんですよ。赤だと、珍妙なゲージを叩き出すんで。赤だと毎回珍妙なゲージ叩き出すからね。できるだけ黄色で仕掛けておきたい。よし、OK。黄色なら大丈夫だね。黄色なら負けないね。で、スペシャルカードギガスラウトとか振ってくんでしょ?あ、ギガスラッシュって起きたか。ガードしないか。ガードして欲しかったな、セイロの盾持ってるけん。削り切られるわけにはいかない。よしよし、よく当てた。よく当てた。溜めてるねー。パワースタンプでひっくり返されないといいけど。やばいよ、来たよー。溜めるからパワースタンプ怖いよ。じゃーん !HP 差が追いつかれてる。HP が追いつかれてる。まあ、次のターンに死ぬことはねえと思うけどな。うまいこと、ボーダー乗せて、デスラッシュでとどめさせたいところだけど、デスラッシュの火力がどんだけかって話なんだよな。全員打撃、向こうは全員打撃に硬いから逆に。こっちは打撃やわやわだけど。みんなやわやわ軍団だけどね。みんなやわやわだからな。OK。できれば500ラインまで持ってってほしいね。さあ、ここ全員優勝 !OK! 当てたよし。これは勝ちを確信した。あ、お前も食べた。さっさかちゃんも食べた。オッケー。これで負けはなくなったかな。最後にあいつ呼んで、フィニッシュだ、これは。よし、フルストライク、せーの、よいしょー。オッケー。ここもね、なんとか勝ってましたね。なんとかでなんで戦士レベル15に対してなんとかで勝ってんだよ。合体モンスター召喚行くぞ。私はレッサーデーモン。さあ、3体合体、レッツゴー。邪悪なラッシュが炸裂。デスラッシュ12345先生の愛弱っ。220って見えたぞ、今。打撃なのが悪い。あれだ。タンク型僧侶ってやつだ。メタルドラゴンとドラゴンゾンビを入れたタンク型僧侶ですね。よくある。だからそのせいで HP が2857というね、アホみたいな HP になってますけど、こっちはね、電位あるんでね、こっちにはシャダルコと電位がある。メタルドラゴンね、耐性に穴があるんで、シャダルコもよく通るし、電位もよく通るんですよ。だから、削り切りもね、普通にね、視野に入ってくる。いけるちょっと待てちょ、待ちな。メタルドラゴン避けたが、メタルドラゴンがひょいって避けた、あいつ。でも、これならどうかな。よっしゃー大弱点だからな。フールストライクを避けるってどういうことだよね、メタルドラゴン。お前、回数何パーや言ってみ。ほんとに、びっくりするわ。もうびっくりすることしないでくれる？メタルドラゴン避けるとかいう。まあ、これはメタルドラゴンに刺さるんで、これも。はい。おい、いいねー。呪文軍団でね、詰めていけばね、決して怖い相手ではないと。で、ドラゴン斬りも刺さるしね。凍てつく風はまあ主人公が痛いか、少し。鋼の牙の主人公かな、基本的には。シャドウサタンにいた。おー。ちょっとヒヤッとしたぜ。HP は五分五分。つまずいない勝ちたいね、ここも。よし、オッケー。多分勝てると思うけどなぁ。よほどのことがない限りはね。よし、オッケー。オッケー、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 オッケー。一番危惧してんのが、こいつラリホーの杖持ってるんですよ。夢見、ね、眠りの杖って言うんですけど。お、いいね、いいガード。なんか耐え切られて、とどめ打たれるのが一番危惧してたから、まあ、その負け筋を崩してたのでかい。さあ、頼むぜ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。デイン、頼むぜ。打つ先はもちろん、メタルドラゴン !472! オッケー、オッケー。いいよ、いいよ。それでいいんだよ。で、シャダルコ打ってる、ちゃんと。いいよいいよ。シャドルコン！おっと、死神の盾がガードしたか。悪さしたな、あいつ。あいつ悪いことしてるよ。まあ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 。お！スペシャルガード何使ってくる？ここで。波動とかやったっけな。風のマント波動とかじゃ、使ってくるんだけどな。まあ、珍しいな。特技を弾く。しかし、フールストライクは打撃です。トップだったらね、特技だったんだけどね。大丈夫。特に問題なしです。夢見のせいか、ちょっと、削り切られることはないと思うんだ。あー削り切られることはないと思うけどな、さすがに。こっちもね、あるから、火力は。よいしょー、いいね、いい火力。なんだったら削り切っちゃえ。さあ、デインを捉えた。よいしょー！オッケー！さあ、決めてしまえ！決めてもいいよ！なんだったら、シャダルコで。ギリギリライン入るんじゃないかな。シャダルコ！オッケー！気持ちいい！気持ちいい！いい！君たちいいじゃない！来たよ。ソラムーさんといえばそうだよな。ソラムーさんといえばこれだよなっていうパーティー来たわ。ゾンビパウダー。ソラムーさんね、シャーマンだからな。確かに。アイコンが。らしいっちゃらしいよな。ソラムーさんを祝福するにふさわしいチームが出てきたといえば。らしいといえばらしい。シャーマンとバーサーが。ゾンビパウダーチームな。まあこっち悪魔なんで呪われることは想像ないと思うんだけど、悪魔が2体だからね。主人公はちょっときついけど。オッケー！まあ素早さは早いからね。魔法使い。フールスタイクで大打点出していこうぜ。あ、よいしょ！オッケー！いいねー。いい火力出てる。さあ、デインもね、大体のところに落として大丈夫。はい、デインよいしょ！オッケー！いいねー。ちゃんと腐った下に落としたか。オッケー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 。はい、来ましたー雲津かな雲津かなゾンビパウダー、究極狂乱奥義、ゾンビパウダーさあ、雲津を備えて、腐った死体が活性化腐った死体を刺激するシャーマンそして後ろからこれはびっくりゾンビパウダー、非常に美味しいこいつももうゾンビ系でいいんじゃねえかいてー呪いにはならなかったね。よし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 。呪いにはならなかったな、よし。シャダルコでどんぐらい出るかな？まあ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 、まあまあのダメージだな。まあまあのダメージ、まあまあのダメージ。削り気を狙いたいところ。素直に削り切りは狙えそうだけどなぁ。ルンルンが何の SP 使ってくるから決まってくるからな。またか味を占めるなあんな強なクロスを備えるのにまたかまたやってるよこいついいって2回目普通にいいや、もう飽きそう。リアクション、さすがに2回はもう、2回目はもう打たないでしょ。2回だけ、どうぞ。まあ、呪われてないなら、よしよし、呪われてない、呪われてないなら大丈夫なんだよ。ゾンビパウダーの声とか呪いだからな、一番。さあ、とりあえず、デーモンキングの範疇に入ったか。大丈夫かな。ただ、ルビスとか使われたりすると、計画は全部狂うんだよな。まあ、そんなことは、ないはず。オッケー、通りました。合体モンスター召喚通りました。行きましょう。私はレッサーデーモンです。さあ、3体合体、いってらっしゃい。暗黒の拳を叩き込む !1234 暗黒せーのオーラーオッケー !183 とかいう数字見えたんだけど。打撃だからね。